いやでもなんかそれはここ絶対使ってくださいスーパーチュア TV。 では続いて、まあ大本命というか、そうですね、はい、ヘルソナですね、うん、まあ僕らのライブとしても史上最大キャパっていうのもあったので、確かにまあ気合は入ってたので、ずいぶん前から、うん、なんか構想はずっと自分の中でも練ってたんですけど、うん、でもその1着目が一番最初に僕の中で決まってて、そうだよ、ね、この時にはもう、そう、ね、そう、ほぼ決まってたよね。そうですね、もうなんかちょっと話してましたもんね、うん、黒のスーツでちょっと登場したいっていうのは、うん、そうだね、なんか勝手なあれなんですけど、うん、まあ黒で終わってなんか黒で始まりたいなみたいなのもちょっとあって言ってたね、そう、ワンマンで、それはね、まあ、これも結構タイトめ、そうですね、ジャストだね、ほぼね、もうなんか、ネタ元、うん、としては、うん、エディ・スリーマンの頃のディオールみたい な、うん、みたいな細身の、うん、ラペルも細くてね、そうなんですよ、ネクタイもこう、そう、長ごたえで、そう、みたいなのをやっぱりやりたいなって思って、ここまでのブラックスーツもスパドラは初めて、ライブだと、ライブだと、本当、初めてかもしれないですね。うん、なんかね、それこそちょっと大きめのサイズとか、ね、うん、なんかみんなバラバラのね、うん、とかはありましたけど、うん、みんな揃えてるっていうのは、まあそれこそね、本当にまだ子供だったっていうのもあるんで、まあスーツね、うん、やっぱなある程度ね、そう、アッパとかもないと、そう、まあね、ある程度も急にね、そのところも落ち着いてきたんで、うん、そうだね、やっと着れるようになったなと、うん、ところもありつつ、まあちょっと今までやってこなかった、ね、ここまでの究極のシンプルを確かにやりたいとっていうのをまあオーダーして、はい、まあ、ジャンケンさんにこだわってこれも作ってもらいましたね。そうですね、まあこだわりの部分としては、うん、まあ、黒ってなんか僕の中で楽もできる色だし、うんうん、こだわればもうとことんこだわれる色だとすごい思っていて、やっぱ今回その何 DVD、うん、映像とかも入るし、うんうん、モニターもね、そうですね、あったじゃないですか。そう、だからやっぱライティングがすごいなんか重要になるかなと思って、これここはシルクで作ってるんですけど、やっぱシルクだと光り方がやっぱね、なんか上品なんですよ、うん。なんか黒にサテンとかになっちゃうとやっぱ白光りとかしちゃうし、じゃなくてなんか一定ないい感じのツヤ感っていうのはやっぱシルクにしか出せないなと思って、ね、今回シルクで作ってで。まあ、ちょっとポイントとしては、まあ、細身であれだけのねスパドラの ね、そうね、ダンス相当アグレッシブに動きますから、ね、そうになるためにはここにちょっとこういうアクションプリーツって言って、すごいこのなんですか、ミリタリーとかでよく使われてる、はい、あの手法なんですけど、中にゴム通ってるんですけど、うん、動いたらここにでまた戻るみたいな、うん、っていうところを入れさせてもらって、なんかあれだけ激しい踊りしても大丈夫な、いやだから本当にだから、まあ本当ちゃんけんさんだから、うん、まあお願いできたなみたいなところもあって、本当こうこれだけのタイトルシルエットのもので、うん、そうだね、もう作りじゃなくてそ、ね、それこそ、ね、リオールなんか持ってきたもんなら多分みんな踊れないから、だから、まあ、ちゃんけんさんがね、まあそういうまあ、ジャンケンさんもいろんなアーティストだったり、うん、ライブ衣装も手掛けて、ね、うん、いるので、まあ、ちょっとアイデアもらえるかなと思ったところ、うん、やっぱまあそういうストレッチ的なところも提案してくれましたし、まあ、あと僕の中で結構その衝撃的だったのは、このシルクの生地、あの某スーパースター、某スーパースターと同じ生地って言ってて、はい、そう、なんかその某スーパースターで使った時はなんかすごい良かったの自分の中で、はいはいはい、これいいなと思って、やっぱシルク違うなと思って、はいはい、だったら今回スパドラシルクだろうと思って、いや一回きりなのに一回きりだから逆になんか付加価値つくじゃん、いやー、ね、いやこれをねやっぱそう分かってもらえるっていうか、そこまで組んでくれるっていうのはね本当にもう長いね間、いや素晴らしい、本当にありがとうございます、ね、いや息子のような感じだから、ね、そんなにでかくなったそれはそう、あんなそうね、ニコニコでこっちですよとかやってたからこんなの着れるようになっちゃったから、そうそうそう、それはそう、
まあ、これも結構シンプルなんですけど、ちょっとただのスーツじゃないっていうところ。シンプルだからこそだよね。めちゃくちゃこだわりましたね。こだわりました。これはもう本当に説明すべき。そうだね。今回は。もうこれ喋らずにいられないなって感じだったので。これがまあ1着目。そうですね。はい。まあ、でも、ジャンケンさんいてよかった。俺だったらやっぱ喋りきれない。そのエピソード込みで。確かにね。いろいろあるからね。そうなんですよ。じゃあ、続いて2着目ですかね。うん、2着目。これが強しね。はい。強し。で、これがジャンですね。うん、ジャン会長。ジャン会長。いや、その、ジャンだけ毎回フルネームで言うんですよ。これが兵馬ね。はい。うん、兵馬。ジャン。よし。まあそうですね。ちょっと高身長3人です、ね。確かに。ちょっと、ですね。なんか、そうなんですよ。まあこちら、編称的には、なんかストリートっぽかったりとか、そうね、ちょっとで、そう、最初が黒って言ってたもんね。そうなんですよ。だからそこからギャップだよね。ギャップで、みんなの色がそれこそ出ればいいな、うん、立てればいいなってのは、まあ、ムーブオンしかるんですけど、うん、あったので、うん、でも、その結構そのブロックの中に入ってる楽曲的に、うん、その強めっていう感じだけじゃなくて、うん、こう若干マイルドな曲だったりとか、それこそバラードで最後終わったりとかみたいなものが結構あって、でおまけにまあノットイナフっていう楽曲の初披露もあったんですよ。でノットイナフの振り付けでお腹を見せなきゃならない。そう。そこが結構もう肝だったよね。肝だったんですね。だからお腹を見せれる衣装っていうのがもう一個、もうなんだろう、条件として一個あって。と、まあそういう、こう、マイルドな楽曲だったり、まあ、こう、チルい楽曲、バラードだったりがあるから、あんまりこう、強すぎてもなってのがあったので、まあそれこそこう、僕のオーダーの意味としては、こういう、こう、ニット。ニット。まあカーディガン的なものを着てるメンバーがいたりとか、なんかそういうテンション感みたいなものは、ちょっとオーダーしましたね。あとデニム履いてる子がいてもいいし。そうですね。割とちょっとカジュアル。まあそれこそ、アイアイ傘っていう楽曲も、そのブロックの中で披露されてたんで、なんかこう、ちょっと親近感、こうブルーが見たときに、なんかこうキュンとする、あんまりこう突き放さない感じがあった方がいいなと思ったので、ちょっとみんなカジュアルに行きました、ね。そうだね、フーディーかぶってるやつがいたりとか、確かに武装語とか、そうか、それで言うとちょっと僕が一番衣装っぽかったかもしれないですけど、もうね、実は中にこうスパンコールが練り込まれてる生地で、そうだった、一生映えするかなと思って、そうか、持ってきたんですけど、そう、でもあ、これめっちゃエピソードありますね。そうこれエピソードあるわ、そう、スーパードラゴンの今までの衣装が、置いてもらったりするんですけど、スパドラの今まで の、その衣装とかが、まあそのうちの事務所 SDR、のアーティストマーク、あの全グループとかなんですけど、がの、あの衣装が、あの、なんて言うんだろう、もう収納されている倉庫みたいなのがあって、で、そこには、まあ、僕らの、 その8年分のスニーカーやら、革靴やら、服もね、もう、まあ、僕らだけじゃないんですけど、僕らの本当にその歴史の全てがあるわけですよ、確かに。で、結構、まあ、僕らの衣装もね、ジャンケンさんもずっとやってきてもらいましたけど、使わなきゃもったいなくねみたいな靴が結構あって、本当、売ったらね、どれぐらいするんだろうって、マジでね、いや、本当そうなんですよ。いやね、本当そうなんですよ。で、まあそのまあシビアな話というか、まあ1回きりの公演だし、そうだね、なんかその、じゃあ靴に全部お金を、じゃあ2着目も、バラバラのみんなの分買いましょうってと、他のところに使えなくなる、そうだね、そういうバランスもしか考えちゃうんですよ。で、まあ逆にじゃあ靴は、ちょっとチャンケンさんと一緒に、そう、ね、その倉庫で、だね、ちょっといろいろと漁ってみようみたいになって、まあ、その上でいろいろ集めてくれたんですけど、靴をチャンケンさんと歴史を感じながら出会いましたね。これいつもみたいな、ね、そう、でもこんなちっちゃいって言ったみたいなあったよね。なんか裏腹のスニーカーショップの子供用のやつみたいな、こんな大丈夫だって何みたいなやつとかね。すごかった、いや、もうね、楽しかった、そう、いろんな、だからちょっとこだわりとしては本当にスパドラアーカイブって感じになりますね、今までの衣装の中からちょっと拾い上げたりとかしてるんで、
結構ベストなのそれました。確かにベストな婦人的にはね、婦人的には結構いい婦人だと思うよ。いやね、うん、結構いかつい。そうもうだからスニーカーヘッズとかからしたらあみたいな、そうマジかこれみたいな、めっちゃレアじゃんみたいなやつ、これで踊ってんだみたいなそう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 なんですよ、うん、みたいな、はい、歴史もありつつ、ありまし、ね、まあ、新しい、うん、ちょっとね空気感、うん、もう、まあ、混ざった2着目っていう、はい、はい、感じですね。はいはいはい、ということで、続いてペルソナ3着目ですね。もうまあ何でしょう、全部大本命であるんですけど、うん、まあこれもなんて言うんでしょう、主役級の。そうだったね。結構でもなんか僕的に、うん、僕の勝手なあれなんですけど、うん、今までのスパナラの衣装の中でも、うん、かなりなんか歴史に残る衣装だったかなみたいな、うん、キャッチーさは ねあるかもねそうなんですよ。意外にパラシュートシャツやってこなかった。っ僕が携わったものではやってなかった気が。やってないですよ、うん、なんかどういう感じだったっけな。なんか、うん、結構その3着目悩んでたんですよね、ずっと、うん、そうだね。でなんか、うん、今年のかな、うん、リアーナの、うん、スーパーボールの、うんうん、ハーフタイムショーを見た時に、うんうん、リアーナが真っ赤な、そうそうそう、なんかロエベのジャンプスーツ、うんうん、サロモンマルジェとか履いて、ね、でなんかハイネックの着てみたいな、うん、でなんか、ね、でみんなバックダンサーは真っ白みたいな。でなんかその真っ赤な感じとかも、うん、なんか潔いなと思って、ね、めっちゃくちゃかっこよくて、うん、結構衝撃を受けて、うん、でなんかそれを見た時に、あ、そういえばスパドラってなんかその柄物とか、うん、そういうものでその青の衣装を表現してきたことあるけど、うん、そうだね、真っ青で確かになんか素材違いでとか、うん、なんかこうね、うん、他のなんかこういうね、あのギミックで遊ぶみたいなのがないなと思って、うん、ちょっと真っ青やってみたいなって思ったのがきっかけなんですね。そうだね。でもなんかジャンプスーツにしても、うん、なんかそれは違うのかなと思って、うん、まあ、一見多分見た人はつなぎっぽく多分見えてたと思うんですけど、 うん、そこになんか自分たちらしさとかを吸わせるなら、うん、どうしようって話をジャンケンさんにした時に、パラシュートシャツどうですかみたいなことを提案させてもらった時に、あのビビアンがね、そう、亡くなって、まあ、うん、RIP ビビアンも込めてだよね、うん、みたいなこともジャンケンさんから言っていただいて、そう、まあ、それは間違いないなって僕の中でも思いましたし、うん、まあなんかとはいえね、じゃあ下なんかスキニーみたいなものを履いて、うん、ザ・パンクで行くのも、うん、なんかそれはそれでなんか確かにスパドラじゃないなと思って、うん、だから下はちょっとなんかストリートの、うん、カーブっぽい感じで、だからまあなおさらつなぎっぽく見えたと思う。そう、まあ友地で作ってるから、うん、まあ紐が垂れたりしてね。そうですね、まあもう本当に商売する感じになってますし、うん、まあ、このパラシュートのね、こういうものとの相性もやっぱりいいのでしょう。そうなんですよ、まあ、パラシュートシャツって本当にこうその本当ビビアン・ウェストウッドとかがやってたような本当パンクを象徴するアイテムなので、セジュナリーのね、時にセジュナリーの、うん、本当にもうザ・ UK のロックね、もう本当ね、テイストのものも、うん、象徴的なアイテムの一つでもあるんで、うん、まあスーパードラゴンやっぱりね、ずっとロックも根底にあるグループなんで、うん、ちゃんとそこも拾い上げたいなっていうのもありつつ、まあ、やっぱミクスチャーでならなきゃならないっていうところで、パンツもそうだし、うん、あとはやっぱ靴はスニーカーがいいって、うん、でもうジャンケンさんに頑張ってもらって、青のスニーカーを真っ青を、ね、そう探したんですけど、やっぱね真っ青ってなかなかね、いや本当っすね、ないんだよね、うん、そうで唯一見つかったで強心に多分にね、いやそう 2種類ぐらいね、2種類、これとこれと、もう1個ね、そうすって、まああの黄色入ってるけど、うん、まあ、なんか生地の色味とか、はい、まあ、衣装映え、はい、なんか全てキャッチーさも含めこっちの方がいいんじゃないかっていう提案をさせてもらって、そうそう、で、剛はこれでいきましょうってなって、いや、ね、いざフィッティングの時にこれ揃って出てたんでこれ一夜限りかみたいなね、本当にすごい別だったよね、すごいことしてんなと思いましたし、本当に、はい、よかった。いやでもね、いやなんかこの黄色も逆になんか聞いてたね、いや聞いてたっす、うん、本当になんか目立って、そうよかったと思う、動く時とかもやっぱ、うん、なんかね、ダンス足の動きとかね、そうなんですよ、細かいね振りとかあった時は黄色っていうのが良かったですよね、うん、まあ、僕が衣装をこう考える上で、うん、
ブルーにかっこいいと思う。そうだよね、まあ、それは結構僕はもう第一条件だなと思ってて、自己満足で終わっちゃいけないなと思うし、うん、でそれはまあブルーだけじゃなくてメンバーにもそうなので、うん、まあ、そういうメンバーの色だったりとかが 出ればいいなと思ってるんですけど、まあ、それとあとはまあそういうカルチャー、うん、バックボーンみたいなところをどう拾えるかなみたいなところで、うん、そうだね、うん、まあ、なんかそれがちゃんとペルソナでもしっかり表現できたので、なんならなんかペルソナでようやくなんか固まったなってなんか自分の中で思ってて、うん、なんか本人たちの持っている雰囲気との、うん、着せられてる感がなく、うん、ちょうどなんか何かしらのカルチャーでリンクしてるってい う、ね、でプラスアルファ衣装っぽ、うんうん、っていうところがなんかいい感じのバランスにはそうですね今回は、うん、なったかな。だから、まあ、今紹介してきた衣装もそうですけど、うん、なんか本当、まあ、これからもなんかそういうところは意識し続けて、うん、そうだね、うん、もっとなんか研ぎ澄ませていければなと思うんですけど、うん、いやでも本当あの映像も、ね、ペルソナ見返してみてめちゃくちゃかっこよかったね。良かったね。でも本当評判良くて、あ、そうなんだ、スタッフ評判もめっちゃ良かったし、あ、良かったね、うん、ブルーカラーの評判もめちゃめちゃ良かったんでありがたかったですね。まあ、そのちょっとこんな機会なかなかないので、うん、なんかそのチャンケンさん、まあ、この8年来の付き合いですけど、はい、が思う、うん、まあ、僕らスーパードラゴン、うん、バドラのこう魅力だったり、まあ、あとそのやっぱスタイリスト、うん、衣装の、うん、まあ、もうほんとプロとして、うん、そのやってて楽しいなと思うポイントとか、うん、なんかこういうのがスパドラっぽい魅力だよなみたいなのって何かあったりします？なんかそれこそね、8年前会ってから会った時はさ、まだみんなまだ子供だったから、はい、まあ着せる服とかサイズ感とかさ、やっぱこのブランド着せたいけどサイズないわみたいなとかあったけど、もうみんなさ今もう180オーバーだったりするじゃないってなってくると、なんか俺の中で多分いろんなアーティストが役者さんやらせてもらってるけど、多分コーディネート組むのは一番早いかも。へえー、うん、なんか、あ、これ誰だみたいな、はい、これ誰だみたいな、はい、それが多分長くもちろんね、はい、付き合わせていただいてるからっていうのもあるかもしれないけど、はい、なんかやりやすさはすごいあるかも。あ、そうなの、うん、これはじゃあこれみたいな。いや、相当チャンケンさんお忙しいですからね。いやいやいや本当にいろんな人たちやってますけど、でもその中でもなんか、あ、これ誰来そうだなみたいな、あ、これ挑戦できるなみたいな、チャレンジできるな、この洋服ならみたいな、はい、っていうのが洋服が似合う子が多いグループのイメージがある。ああ、なるほど。で、着れる服の幅が広い子が多い。確かに。っていうのは思うかな。そうですね、うん、まあ、なんか言い方あってるのか分かんないですけど、素材がいいっすよ。そうだと思います。そうだけど、いや、うん、スタイルもいいしね、うんうん、そこはすごいなんか、やって楽しいし、やりやすいって言ったら分かるかもしれないけど、なんか、組んでて、それがすごい楽しい。あ、じゃあ、チャレンジしよう。じゃあ、この色を今度やってみようとかっていうのは、うん、僕の中ではすごい。楽しいですよ、毎回。いや、ありがたいですね、うん、なるほど。でも僕もここ 2,3 年くらいでここまでなんかカルチャーとかまで好きになって、うん、なおさらこう自分も携わりたいなっていう気持ちが強くなったんですけど、うん、でもやっぱりなんかいろんなスタイリストさんともなんか、うん、まあお仕事させてもらったりとかもするんですけど、うん、なんかこうどうしてもそういうカルチャーの部分とかバックボーンみたいなところがなんか伝わらない瞬間とかがあったりして、うん、なんかそれはもちろん相性とかも当然し、うん、それが別に悪い動向とかじゃないですけど、やっぱこうチャンケンさんは別に付き合い動向とかじゃなくて、そこまでそのさっきのビビアンのくだりじゃないけど、うん、そこまで組んでもらえるから、うん、やっぱそれ僕にとってもそうだし、うん、なんかスパドラっていうそのグループのカラー的にも、うん、やっぱ必要不可欠だなと思うんで、ありがとうございます。いや、でもなんかそれはこう絶対使ってください。絶対使ってください。そうですね、はい、いい話だいや、でも本当思いますね、うん、あのみんながブルーのみんなが喜んでくれるかっこいい僕らのビジュアルを本当ね作ってきてくれてる、その裏には必ずチャンケンさんがいたので、皆さん本当にあの感謝
してます。そんなね、大丈夫じゃん。いや、そこまで大丈夫。いや、あのみんなね、あの、うん、めっちゃ角度がついたとか。いやね、別にこんなの僕が言うのもあれなんですけど、いやでも本当にね、あのなかなかないんで、こういう、ね、本当、だからさっきもジャンゲさんがその裏に徹してるみたいなこと言ってましたけど、うん、でもやっぱりそういう人との話こそ、うん、ね、今でこそできるなって。確かに。まあ、それこそね、これからホールツアーがありますけど。そうだね、ホールツアー、今ホールツアーもう本当ペルソナ終わってすぐだよね。すぐびっくりした。いや本当そうなんですよ。だからまあ現状まだリハーサルも、うん、本当もうすぐあの始まるって感じなんですけど、うん、ね、衣装も打ち合わせやりましたね。やってますからね、うん、本当に。なんかそれもまたペルソナだったりとは全然別物に確かになるんだっていう、うん、感じはするので、今のところそうだね。全然違う感じはするんですけど、うん、まあ僕なりのアイデアだったりこう挑戦みたいなものもありつつ、ジャンケンさんもいろいろなんか面白がって提案してくれるので、うん、やられてる仕事とか人によってはスタイルとかもみんな違うし、うん、あると思うんですけど、うん、僕のエゴなんですけど、うん、スパドラではめっちゃ好き勝手、うん、ジャンケンさんのエゴとかも入れて遊んでもらいたいなって結構あって、それはね、もうやってるから、ね、いや、そう、いや、さらに、さらに、いや、だからそう、なんかこういう、本当はこういうことやりたいけどみたいな、うん、多分あるのかなってやっぱ思うんですよ。いや、あるよ。なんとなく、なんかそういうところも、うん、それはまあ、 あの、そういうスタイリストのジャンケンさんに限らず、うん、いろんなクリエイターの人にもそうなんですけど、うん、結構なんか好き勝手、その人たちが楽しんで、うん、なんかそういうね、うん、関係値を作りつつ、うん、みんなでいいものを作っていければな、セッションしてね、いや本当そう思うので、うん、まあなんかそういうことを今日は喋りたかったんですけど、うん、そんな感じで、うん、まあ、あの今日はとりあえずメインとしては、はい、ムーブオンとペルソナの、衣装について、うん、はい、ジャンケンさんと一緒に、はい、スタイリストのジャンケンさんと一緒に、まあその経緯だったりとか、うん、いろいろ込めた思いみたいなのを喋られればなと思ってたので、うん、まあそれをね、キュッと動画にできたのかなと思いますので、うん、引き続き、はい、まあ、よろしくお願いします。どんな終わり方。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。